はい、ということで今回過酷な1週間企画、1週間かかるか分かんないです。おお、まあ、もしかしたら1ヶ月かもしれません。あれなんか嫌な予感するぞ。いや、やばくないですか。今から多数決でとりあえずね、決めましょうね。はい、おお、こいつやれよって言って決めましょう。あ、オッケー、オッケー。おお、なるほど。せーの、はい。あ、待って待って、多数決。共演さん、まだ何やるか分かんない。分かんないけど、めっちゃ怖いよ。絶対一緒に神やから。まあまあ、これ見れば分かるじゃないですか。こんな感じで。ということで、今日から共演さん、メントスコーラこぼさず飲めるまで毎食メントスコーラ。いや、無理だって。やばいって。よかった。うわ、よかった。どうしよう、行くよ。それを、なんとかしてこぼさず飲む。それができるまでもう飯、コーラだけ。最初にまあ、どんだけメントスコーラが難しいのか、僕でちょっと実験してみましょう。おお、すげえって、マジで。マジやばい。だから、穴を上に開けるとか、いろいろ試して穴ができるかする。じゃあ、行きます。いけ。お、あれ、お、あれ、いけて。お、お、え、緊張して。あー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 、服も、服も持ってきてない。やばい。俺今頑張ってたけど。結構頑張ってたよ。永遠に出てくる。あの、溢れ出てたね。はい、じゃあ、とりあえず強平さんのファーストチャレンジ行ってみましょう。やった。行きましょう。行くよ。行きましょう。おお、あ、かっこいい。メスル口入れてね。はい、ゴー。はい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 。おーい、おーい、キャンプボール。やばいやばい、キャンプボール。嘘だ、めっちゃめっちゃやばい。その後ドヤ顔で、まだ来てる、まだ来てる。あー、まだ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 。やばすぎだろ。やばい。うっそ、やこ、これやばいよ。来て来て来て、皆さん、これを一滴をこぼさずにできるまで、京平さんは毎食これでございます。うわうわ。一日目でやる。一日目、一日目。さすがに無理だと、普通でやったら、うん、もう俺はもう対策考えました。コーラに穴を開ける。穴をちっちゃくすれば飲み切れるんじゃないかと。おお、なるほど。そうそうそう、待って、少ないじゃん。そういうことか。はい、開けていけ。こんな開かないもん。おお、やばい、めっちゃ抜けてる。あ、来た来た来た、開けてきた。すぐ行け、すぐ行け、すぐ行け。はい、取って、取って、入れて、閉め。うわー、すげえ。やばい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 。逆に難しい。まあ、無理や、無理すぎやろこれ。これ逆効果だ。はい、無理だ。どうした。すげえいいとこで焼肉じゃん。俺コーラしか飲めねえじゃん、マジで。うわ、うまっ。これ、ね、いい肉っていうのは、ね、あんま焼かなくていいんだよね。ああ、そうだね。いい肉ならではね。あれ、ウィンドウショッピングみたいな。香りだけでも楽しみたい。ウィンドウクッキング。もう焼かなくて。あれ、わろけてる、わろけてる。やばい、なんかくるっていった、くるるっていった、くるるっていった。あれ、あれ、うぜ、これは。集中してるから。初めてセーブしたと思った。初めて、こんなに沸騰してるって初めて。拍手するかもよって拍手した。まあさ、帰ってさ、コーラとエコードしてさ、安楽亭でも行こうな。じゃあ匂いだけ、匂いだけ。匂いだけ。食ってマジで無理だわ。に、キモー、マジで。味の感想、あ、ちょっと待って。さっきあの僕とターボー上映さんであの打ち合わせで焼き肉食ったで、彼あのずっと見てました。いい加減に終わりでした。食いたい焼き肉。サラダを3かじりぐらいでも俺は来なくてもいいって言ったんだけど、もうストイックだから動画に対して。おー、逆にやっぱその絵があったがおもろいんじゃないかって言って、素晴らしい、もしも行きたいって。素晴らしい、素晴らしい。いや、言わないでいいよ。 YouTuber だ、言わないでいいぞ。今日これわざわざこれ焼肉屋に持ってったから。作戦は常温ってことでした。おお、そう、なるほど。常温なら割と出ないんじゃないかと考えた。そうそうそう、お前いい作戦。いけよ、いけよ、負けんな。頼むよ、いけよ。頼むよ、いけよ。
今日はね、ゼロコーラ。まあまあまあ、どうせできないだろうから。もう昨日見ればよ。あ、結構炭酸強そうだな。シューシューいったね。ゴー。いいか、はい。はい、ということで、人いる？完全に入ってきたよ、誰か。はい、ということで、3日目の夜、はい、なんか元気ないじゃん。何も食ってないんです。え、なんか唯一食べれたものがあったって聞いたんですけど、キャベツ1枚あー、息がいいな、これ。よし、行こう。コーラチャレンジ。あー、もう終わらせた。コーラチャレンジまで3、2、1、ドン。いけ。うん、え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 、お、え、いったね。あれ、何日目これ4日目、4日目だね。先に言っときます、本当にお腹空くのでマジで真似はしないでください。あ、真似しようって思うやついないと思うけど本当成功させてよ。まあ見て、見せてください。見ててよ、本当見せてください。見てよ、いいね、今日もうね、最近息がいいとか言うじゃん。魚だと思って。いや、でも息がやばいよ。やばいね。まあ行きます、とりあえず行きます。はい、ちゃんと飲め、マジで。まあマジでちゃんとやる。やばいから、いいから、絵的なやつとかマジで死ぬ気でいいよ。もう一緒に食いてるんだよ。ほんと死ぬ気でいい。あ、なかなか口に入らないですから。だって閉じたままなんですよ。そこだって閉じたままなんで。あ、そうそうそう、いったー。頑張り、頑張り、頑張り、嬉しい、嬉しい、ごめん。待って待って、審議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 。あれ、あれ、あ、あ、あ、また見せたでしょ。あれ、これね、何面白かったら、これコーラじゃないわ。うん、これ何、これコーラ。これ、これじゃあ、何ですか、これは。何これ、ションベン。あ、これションベンなんだ。これションベン、これションベンか。クリアクリア。はい、おめでとうございます。そうだね、よっか。俺、最初この飲み方走る時点でこいつも絶対やる気ないなと思った。ああ、あれでいけんの。あれが一番で、いけるんだよね。世界初じゃないの、メントスコーラ一滴もこぼさない。すげえよ、多分。うわ、よかった。これで出ないもんな。出る、多分、上手だね。常人だって。常人じゃない。ないわ。やばい、あのまま外してたら多分バーに出てるから。すごいね。ということで皆さん、常人ではないなと思ったらね、すげえなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします、お願いします。今我々スタジオ放送ほぼ毎日ね、うん、1日2本動画を昼と夜にアップしていますので、ぜひぜひ皆さん他のいろんな動画もチェックしてみてください。よろしく。最後やっぱね、あの常人ではないみたいな。ああ、面白いやつ言うと思う。ああ、確かに。こぼれてるやつなんですか。カルピス。常人じゃねえ。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to ST Studio 夏祭りツアー、 It's Showtime!